ちらの行いの先に真理はない。今なら間に合う。こんなことはやめろ。貴様の口から真理という言葉が出ると怒りを通り越して吐き気すら感じる。そう、これで終わらせろ。お前の手で終止符を打て。まさか人の細かみとなり創造主である我を超えようとは。だがこれで終わりではない。汝は自らを苦境へと追い込んだのだ。人は弱い。我が法と秩序なしに生きられぬ。頼るものすがるものが必要だ。汝はそれを我が答えを落とし入れた。この宇宙ごと我は消え失せるだろう。いずれ汝が迷い救いを欲したとき、己がした選択を後悔するがよい。汝は神を討ち、宇宙に新しき層をもたらした。人が消えた今、私の役割も終わりを迎える。人の分霊である私も大いなる断りのもとへと帰ることとなる。新たな神の歩む道に祝福を。サタンは言った。さあ小僧、お前の玉座へ戻るぞ。やあ君。ご苦労様。見事一を倒し宇宙の覇権を握ったようだね。現宇宙にある人間すべての魂もこれで君のものだ。あなた、どうして？君にはもうあの子は見えない。あの子はどこかの宇宙で別の観測者、メシアを選ぶことだろう。再び力を取り戻し、君を倒すためにね。くれぐれも人間には用心することだ。ルシファー、メルカバー、クリシュナ、そしてや彼らのような末路、人間から観測されないようにしたまえ。たとえ他の宇宙からメシアがここを訪れたとしても、僕がそれを倒そう。主殿の神殺しとして、どんな神でも退けてみせる。私は、どんな神が来て、どれだけの人たちを殺そうとも、それを上回る数の人間を生み、育ててみせる。ふん。新たな宇宙の創生を邪魔する意味、もう存在しない。小僧。お前は人間を超え、新たな神となるのだ。これより、新たな宇宙の創生を始めよう。お前にとって縁の深い者の魂を砕き、古き宇宙から脱却する。これら6つの魂を一つずつ砕き、宇宙創生のための糧とせよ。
ほどなく古き宇宙は新たな宇宙へと全て塗り替えられることだろう。感謝するぞ小僧、これでようやく俺は本来の姿に帰れる。俺はヤクが与えたダウザという人格から解放されるのだ。俺はこの宇宙の一部としてお前と人間たちを静かに見守ろう。さらばだ小僧。